写真拡大。練習試合、西武 2-4 ロッテ23日、春の総合運動公園野球場。名刺代わりの一発は豪快だった。ロッテの新外国人選手、バルガスだ。5回2死。井上の代打で登場すると、2-2 から田村のツーシームをバックスクリーンへ運んだ。推定130メートル弾だ。感覚としていい感じだ。練習でもいい感じで振れている。実戦初の本塁打をこう振り返った。強振ではなかった。ルーキーリーグ時代から追い込まれたらミーと白と教えられてきた。それをやっているだけさという。196センチ、体重133キロは NPB ナンバーワン。しかし、パワーだけを前面に押し出すタイプではないようだ。本塁打は角度がつけば打てる。強振は考えていない。パワーヒッターでなくても本塁打は打てるだろう。角度のつけ方を分かっている。来日当初の食事は肉類がメインで 400g くらいかなと話すが、最近はシーフード、魚系を食べているよと日本食にも馴染んでいる。あだ名はゴリラ。本塁打を放ったら胸を叩くポーズを約束していたが、この日は三塁から本塁へ向かう途中でやるつもりだが、練習試合だからねと自粛してハイタッチの際に言った。チームメイトが喜んでくれた。チームにもすっかり馴染んでいるバルガスだ。